赤いの神よ、赤いの神よ、俺が後ろで実は喋ってるんだ。この声はあの時のあなたを崇める悪しき魔物たちを打ち倒したのですね。気づいてないぞ。後ろで喋ってることをわからないなんてバカだこいつ。何度も言わせるな。俺は破壊神なんかじゃない。あなたが破壊の神であることも定められた運命。あなたは滅びゆく世界を救う希望なのです。まったく何なんだこの声は。いや後ろからなんだよな。うんじゃねえよ。うんじゃねえよ。早くダイヤモンドを見つけてあいつらのところに戻るぞ。